ベルベージュのオーラです。本日もオンラインスのアップされる商品をご紹介いたします。サイズ、金額、状態のお問い合わせの方は掲載後、ベルベージュウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が4月の9日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているので、そちらチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらの T シャツですね。タグがこちらのヘインズのボディで、サイズが L 表記、100% コットン、黒ボディですね。で、こちらプリントがラバーで入っております。はい。ちょっとね、ピンホールが1箇所あったりとか、その使用感が多少見受けられるボディではありますけども、着に困るようなダメージっていうのはないかなと思います。この色合わせ感もね、すごくかっこいいと思います。でサイズも L 表記っていうところではありますけども、ボディがちょっと古めっていうところもあって、僕がちょっとね、ジャストサイズになるかなと思います。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税があります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらですね。サイズがミディアム表記 100% コットンの黒ボディですね。にこちらのプリントが入っております。この黒ボディの色残りめちゃめちゃ濃いですね。程度がいいってことですね。はい。サイズもミディアム表記。こちらはちょっと僕は着用難しいかなっていうぐらいのサイズ感にはなってしまいます。こちらの方でお値段が15,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちら、フルーツオブザルームのタグですね。こちらでサイズが XL の表記です。100% コットンのボディで白ボディです。にこちらプリントが染み込みで入っております。はい。こちらもね、ちょっと使用感全体的に見受けられるボディではありますけども、大きなダメージなどは全くないです。でサイズですね、XL の表記でっていうところもあって、僕は着丈長めに着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがですね、ちょっとクシュクシュってなってるんですけど、こちらの方についていて、サイズがミディアム表記 100% コットンのボディですね。白ボディでこちらのプリントは染み込みで入っております。ところどころですね、こういった感じで汚れが残っているような状態だったりしますが、大きなダメージなどは見受けられません、こちらも。サイズミディアム表記というところなので、こちらはちょっと僕はね、着用難しいサイズ感にはなってしまいます。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらですね。ちょっとついているんですけど、印字なのがもう読み取れない状態になっております。ベージュボディですね。にプリントがラバーでこちらも入っております。はい。で裏面もですね、こちら無地のタイプで、状態は良い方かなと思います。サイズ表記あったとするとなんですけども、ラージ表記ぐらいですかね。が縮んでるぐらいのサイズ感かなと思います。はい。こちらの方でお値段が、9800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグはこちらの方ですね。サイズが XL の表記です。100% コットンのこちら黒ボディですかね。で、プリントがラバーで入っております。ハーレーダビッドソンの T シャツですね。はい。ちょっとしたこういった小穴が開いてたりはするんですけども、かなり雰囲気1枚かなと思います。はい。サイズも XL の表記ですね。まあ、ちょっと縮みも出てて、年代も古くてっていうところもあって、僕だとちょっとね、ビタビタのサイズ感になるかなと思います。こちらの方でお値段12,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらですね。ベルトンタグでサイズが L 表記 100% コットンの白ボディですね。にこちらプリントがラバーで入っております。ちょっとした薄い汚れがちらほら見受けられるボディにはなっております。はい。裏面は無地のタイプです。裏面にもですね、ちょっとしたこの袖のあたりだったりとか、こちらに少し染み汚れが見えるかなと思います。サイズ L 表記ですね。僕はちょうどよく着用できるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段なんですが、19,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグですね。こちらのタグがついていて、サイズが L 表記、100% コットンの赤ボディですね。に、こちらはマイケル・ジョーダンのプリント入っております。ブルーズの時ですね。はい。ちょっと汚れがですね、こちらに見受けられるんですけども、さほど目立つ感じではないのかなとは思います。裏面は無地です。はい。サイズも L 表記ですね。僕は、ゆとりを持って大きめに着用できるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が、7,800 円に消費税になります。続いて、こちらもバスケットボール選手ですね。タグはこちらの方になっていて、サイズがミディアム表記になっています。で白ボディにこちら、アイバーソンのプリントですね、入っております。はい。で裏面もちょっと小さく、リーボックのロゴが入っております。はい。サイズミディアム表記ではありますけども、実寸 L ぐらいあるのかなと思います。僕でも全然余裕で着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグですね。ちょっと印字などは読み取れない状態になっております。ベージュボディにこちらウルバリンのプリントですね。入っております。はい、ちょっと生地は薄めですね。バックは無地のタイプになっております、はい。サイズ表記あったとすると L 表記ぐらいの感覚ですかね。僕でも着用困らないいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が19,800円に消費税になります。
続いてこちらの T シャツです。タグはこちらですね、アンダジアンタグがついております。サイズが XL 表記です。 100% コットンのボディですね。でこちら白ボディにエッシャープリント入っております。はい、ちょっとした薄汚れがこの辺ちらほら見受けられるコンディションではあります。で裏面にもプリントしっかり入っていますね。サイズ表記も XL というところもあるので、かなり僕はゆったりと大きめに着用できるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段なんですけれど、15,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらのタグですね。サイズが XL の表記です。はい、100% コットンの白ボディですねにこちら、ドンロックの、ウォーホルティーになっております。はい、状態もめちゃくちゃいいですね。ちょっとした薄汚れがこの辺にあるんですけど、洗濯ですぐ、薄くなっていくかなと思います。でバッグは無地のタイプです。はい、サイズも XL の表記ですね。かなりこの辺は人気があるところかなと思います。はい、こちらの方でお値段なんですけれど、29,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがですねこちらの方がついてます。ちょっとインジこちら M 表記なんですかね、ちょっと見受け、読み取るのはちょっと難しいボディですけども、黒ボディに、ジェームスディーンのプリント入っております。こういった感じでちょっと色ムラがあったりするコンディションではありますけども、大きなダメージは全く見受けられないです。サイズ表記 M 表記なんですか、でも XL ぐらいありそうですね。全然大きいです。僕も余裕を持って着用できるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段7,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらのタグですね。サイズが L 表記の 100% コットンの黒ボディにこちらインテルのパロディのものですね。でラバーでプリント入っております。パンクインサイドで裏面は無地のタイプですね。はい、サイズ L 表記ではありますけど、ちょっとねネックが広がってるぐらいですかね。僕でも全然着用には困らないいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段9,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグがこちら R スタイルのタグがついております。ちょっとね、下の方切れてはいるんですけども、サイズ表記がこちらですね。XL の表記になっております。で黒ボディにこちらパールジャムのプリント入っております。ラバーですね。はい、で裏面にもこちらプリント入っております。はい、でコンディションもかなり良さそうですね。サイズも XL の表記っていうところもあって、僕は大きめにゆったりと着用ができます。こちらの方でお値段が 12,800円に消費税になります。続いてこちらですね。タグの方はすいません、欠損しております。タイダイボディですねにこちらオージーのプリントが入っております。そして裏面ですね、こちらフェスの時、97年のフェスの時のプリント入っております。はい、かなりインパクト強いですね。サイズ表記も残ってるとしたら XL はあるんじゃないかなと思います。僕も全然ゆったりと大きめに着用できるいいサイズ感になっております。こちらの方でお値段が49,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらフルーズオブザルームのツルタグで、サイズが L 表記 100% コットンの白ボディにこちらですね、レイマイトビーザイアンツのプリント入っていて、バックにもこちら入っております。はい、コンディションかなりいいですね。サイズも、フルーツの L 表記、僕は私物とかで持ってるんですけど、一番いいサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 39,800円に消費税になります。続いてこちらですね。タグがこちらナイスマンのタグがついております。サイズが L 表記 100% フットの白ボディにダイナソージュニアですね。はい、好きな方も多いと思います。そしてコンディションもめちゃくちゃいいです。はい、サイズも L 表記っていうところなので、僕はこの辺もちょうどよく着用できるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が 39,800円に消費税になります。続いてボーダーティーの紹介ですね。こちらタグがこちらジャンセンのタグで、サイズがミディアム表記になっております。ネイビーと白の細ボーダーですねの仕様になっております。まあ使用感全体的に見受けられるんですけども、全然大きなダメージなどは全く見受けられないです。サイズがミディアム表記なので、ちょっと僕だとね正直着用は難しいんですが、女性にぜひ着ていただきたいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段9,800円に消費税になります。続いてこちらもボーダーティーですね。タグの方がこちらのタグがついています。サイズ表記はちょっと見受けられないんですけども、ネイビー赤の、ボーダーのボディにこちらポケ付きのものになっております。はい、状態としましても特にダメージなどもなく、いい状態かなと思います。こちらも表記あったとするとミディアムぐらいですかね。僕だとちょっときついんですけども、本当この辺も、ここら男性だったり女性におすすめのサイズ感です。こちらの方でお値段が6,800円に消費税になります。
続いてこちらの T シャツですね。タグの方ちょっとすいません、こちら欠損しているボディなんですけども、こちらですね、黄色ボディに黒のラインが切り替え入っております、はい、でバッグですね、こちらに、フェルト、フロッキーですかね、でプリントが入っております、はい、で生地がね、これ、ナイロンが噛んでるボディになっております。サイズ表記あったとするとちょっと難しいところなんですけど、まあ、身幅かなり細めで M 表記ぐらいかなと思います、はい、こちらの方でお値段が、5800円に消費税になります。続いてこちらのフットボールティーですね。こちらもすいません、タグの方はついておりません。裾の方ですね、こちらの方にチャンピオンのミディアム表記のタグがついております、はい、でこちらもレーヨンカンデルボディで、フットボールの T シャツです。でプリントが染み込みで入っております。いいですね、はい、まあ、使用感こそこちらもございますが、大きなダメージは、見受けられないですね。サイズ表記ミディアムというところではありますけども、ちょっと僕だと少し幅がタイトに感じるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段12,800円に消費税があります。続いてこちらもフットボールティーですね。タグの方がこちらの方になっていて、ベルバシンのタグですね。サイズが L 表記になっていて、こちらエンジボディに白のラインが入っている切り替えですね。でプリントはラバーで入っております、はい、でこちら背中は00入っております、はい、でこちらも L 表記っていうところではありますけども、僕だとね、いいサイズ感で着用できるのかなと思います、はい、ちょっと袖の方ですね、少しリペアが気になったので、こちらですね、この辺にリペアが施されている状態です、はい、こちらの方でお値段が9,800円に消費税になります。続いてこちらですね、ヘンリーネックの仕様ですね。サンローラーのタグです。サイズはミディアム表記で 100% コットンのボディですね、ネイビーとグリーンのボディにこちらラインが入っているものになっております、はい、状態としましても特に大きなダメージは全く見受けられないですね。サイズミディアム表記ではありますけども、僕でも着用には困らないいいサイズ感かなと思います。ちょっとこれあれだ、少しラウンドがね、ラウンドの形が少し変わった仕様になっております、はい、後ろ立ての方が長い作りですかね。こちらの方でお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちら半袖のポロシャツからですね、タグがオールドギャップのタグがついております。サイズ表記こちらミディアム表記になっております。 100% コットンのボディで、こちらボーダー柄でカノコの生地ですねになっております。はい、色褪せ感などは正直あるんですけども、ダメージは全然ないです。サイズもミディアム表記ですね。オールドギャップ作り大きいので、僕でも余裕で着用ができるいいサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれど、6,800円に消費税になります。続いてこちらの半袖シャツ、こちらもオールドギャップのタグですね。サイズこちらミディアム表記 100% コットンのボディですね。グリーンベースにこちら、ピンクとブルーのチェックのパターン入っております、はい、でボタンダウンの仕様で、特に状態に関しても大きなダメージなどは全くないです。こちらもミディアム表記なんですけども、やっぱ作り大きいですね。僕でも全然ゆるく着用ができるいいサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれど、5,800円に消費税になります。続いてこちらの半袖シャツ、いいシャツですね。タグがこちら J クルーのタグがついております。サイズが L 表記になっておりますね。でこちら総柄で、ハワイアンのような柄が全体的に入っております。しっかり解禁のボディですね、はい、でコンディションに関してもかなりいい状態かなと思います。サイズも L 表記っていうところですが、どうでしょう、僕だと全然ゆったりと着用できるいいサイズ感かなと思います、まあ、ラルフローレンとねちょっと差をつけたい方にもおすすめかなと思います。こちら7,800円に消費税になります。続いてこちらのシャツですね。タグの方がこちらついてはいるんですけども、こちらですかね、 L 表記ですかね、ちょっと読み取りづらくはなっております。青ボディにこちら宇宙柄が全体的に総柄で入っております、はい、ちょっと脇の方少しねシミがある状態ではありますけども、あとはこういった小穴ぐらいですかね、着用に困るようなほどはないかなと思います、はい、サイズ L 表記っていう風にお伝えはしたんですが、僕だと全然大きめにゆったりと着用できるサイズ感になっております。こちらの方ですね、お値段7,800円に消費税になります。続いてこちらは半袖シャツですね。タグの方がこちらになっていて、サイズがミディアム表記です。で水色ボディですね。でこちら、胸の方には刺繍が入っていて、こちらバックもですね、こちらにもしっかりと、フェルトですかねが貼られております、はい、で状態がデッドストックの水が通ってない状態です、はい、ちょっと保管時の少し焼けがちょっと薄く見えるんですけども、映像でちょっと伝わらないぐらいの感じです。でサイズミディアム表記ではありますが、現状だと全く縮みも出ていないので、僕も着用できるいいサイズなんです。こちらの方でお値段なんですけれど、25,800円に消費税になります。
続いてこちらの半袖シャツ、いい柄ですね。タグがこちらになっております。サイズが L 表記になっておりますね。でこちらですね、はい、いい柄になっていて、コンディションとしても特に問題なく着ていただけるようないい状態かなと思います。はい、うん、しかもサイズも L 表記いいですね。なんか結構ゆったりしそうな、僕でも全然大きめに着用できるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段で 15,800円に消費税になります。続いて長袖のシャツに入ります。タグがこちらの方ですね、はい、サイズがこちらになっていて16ハーフの表記になっております。ウエスタンシャツですねになっていて、こちらトップまでかけ、スナップボタンになっている仕様です。はい、でマスタードの色味、かなりやっぱこういったアイテム少ないかなと思います。はい、サイズも16ハーフというところではありますが、ウエスタンやっぱ細いですよね。けどこの感じだと僕でも着用できるいいサイズ感かなと思います。はい、こちらの方でお値段9,800円に消費税になります。続いてこちらのシャツです。タグがこちらですね、 LLB のタグがついていて、サイズ表記ですね、こちら L トールになっております。そして内張りですね、こちらネル張りがされている一点になっております。でオレンジボディですね、はい、でこちらに関しても状態は全然困らない、いい状態かなと思います。サイズも L トールっていうところだと、僕だと全然やっぱ着丈がね長い、いいサイズ感になっております。はい、こちらの方でお値段が7,800円に消費税になります。続いてこちらのネルシャツですね、タグもこちらも LLB のタグがついております。サイズがこちらですね、17の表記になっております。はい、そしてグリーン系の色味ですね、グリーンシャモアになっております。単色ボディです。はい、状態としましても特に大きなダメージなどもなく問題ないかなと思います。はい、サイズも17という大きめのサイズ感、珍しいですね。僕でもゆったりと着用できます。はい、こちらの方でお値段が7,800円に消費税になります。続いてこちらユーティリティシャツですね、タグの方がこちらついてるんですけど、ちょっともう印字は読み取れない状態になっております。はい、ただこちらの第一ボタンこの位置ってことは、そうですね、結構古めのアーミーシャツになっております。カフスの方もボタンはつかない仕様ですね。ちょっとした擦れ感はありますけども、肩のダブルステッチなんかも効いてて、かなり見栄えはいいかなと思います。はい、サイズ表記、読み取れたとしたらなんですけども、15ハーフぐらいのサイズ感ですかね。ちょっと僕が、パツッとなるようなサイズ感かなと思います。すみません、ちょっとこちら左袖の方ですね、こういった感じで擦れ感があるボディでした。はい、こちらの方でお値段なんですけれど6,800円に消費税になります。それでこちらもスウェットカーディガンになります。タグはこちらラルフローレンのタグですね。サイズがミディアム表記、 100% コットンのボディで白ボディで、こちら、胸元にポニーの間、刺繍が入っていて、こちらカーディガンタイプですね。はい、珍しい点だと思います。状態としてこの辺に薄い汚れがちょっと残ってる状態ではありますが、かなり目立たないぐらいだと思います。はい、裏面もこういった感じですね。サイズがミディアム表記っていうところではありますが、僕でも全然着用には困らないいいサイズ感かなと思います。こちらでお値段6,800円に消費税になります。続いてこちらのスウェットですね、タグの方はこちらチャンピオンのタグで、サイズが XL 表記です。でネイビーボディにこちら、中央の方だけ白の切り替えが入っていて、プリントも入っております。はい、袖の方にも切り替え入ってますね。状態としましても、かなりいい状態かなと思います。サイズも XL の表記っていうところが嬉しいポイントですね。僕でも着用は困らないいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらのチャンピオンのスウェットです。タグがこちらですね、90年のタグでサイズが XL 表記になっております。白ボディにこちらラバーのプリントが2段で入っております。はい、この、切り返し珍しいですね。はい、いいと思います。ちょっとした薄汚れがこの辺に見受けられるボディですけども、大きなものではないかなと思います。はい、サイズもこちらも XL 表記、嬉しいですね。僕もゆったりと大きめに着用できます。はい、こちらの方でお値段7,800円に消費税になります。続いてリバースイーブに入りますね。タグがこちら90年代刺繍タグの XL 表記です。でグレーボディの目なしのタイプですね。ただ状態としてこの首元リブだったりがもうパンクしている部分があったり、ちらほら薄汚れが残っているような状態ではあります。はい、裏面もこういった形です。はい、特に表と遜色ないような状態ですね。サイズも XL なので僕はゆったりと大きめに着用できるいいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグの方がこちら、サイズが XXL の表記です。
でこちらもアメリカ製のボディですね。メキシコ製に入る手前のものになっております。グレーボディにラバープリント2段入っております。はい、こちらに関しては状態はかなりいい方なのかなと思います。はい、サイズも XXL っていうところなので、僕だと着丈が長めに着用できるいいサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれど、15,800円に消費税になります。続いてこちらですね、タグが90年代刺繍タグのミディアム表記になっております。こちらもちょっと状態はこういった感じでパンクしてたりやれてる状態になっております。でラバープリントですね、2段で入っていて、ボディにもところどころですね、袖の入り口だったりとかがパンクしてるような状態ではあります。はい、で裏面もこういった形です。はい、サイズミディアム表記なので、僕だとちょっとねビタッとするようなジャストサイズになるかなと思います。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらのリバースなんですけど、かなり振り切ってる系かなと思います。タグがこちら80年代の XL 表記になっております。グレーボディにこちらラバーのオハイオ入ってるんですけども、もう多分映像でも伝わると思うんですが、もうこの状態です。もうかなり、はい、ダメージ感全体的に来てる一点になっています。もう完成形ですね。はい、サイズも XL に表記っていうところもあって、僕はゆったりと大きめに着用できるサイズ感です。はい、この袖のあたりとかもすごいですね。逆にここまで着てるものなかなか少ないと思います。はい、こちらの方でお値段が 19,800円に消費税になります。続いてこちらのセーターですね、タグの方がこちらラルフローレンのタグで、サイズがミディアム表記です。チャコールグレーのボディでハーフジップの仕様、そして胸にはポニーがいます。はい、状態がかなりいいと思いますね。はい、サイズミディアム表記ではありますが、ちょっと僕だとピタッとするサイズ感ですかね、ちょっとジャストかなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてジャケット類入りますね。こちらカーハートのタグ、こちらですね、タグがついております。はい、でこちら内張りがされているボディになります。でこちら胸の方にもタグしっかりついております。はい、このダックのやれ感、めちゃめちゃいい雰囲気醸し出してるかなと思います。袖の入り口なんかもこういった感じですね。はい、でバックの方もこういった仕様になっております。はい、サイズ表記あったとするとなんですけど、どうでしょうね、40から42ぐらいのサイズ感かなと思います。僕でも全然着用は困らないです。こちらの方でお値段15,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットですね、タグの方がこちらのタグがついております。はい、でウールのボディになるんですけども、ジッパーですね、こちらのボータロン使われております。50年代頃の一着かなと思います。そしてめちゃくちゃ状態いいです。デッドストックってわけではないんですけども、本当使用水は通ってないんじゃないかなと思います。この生地の張り感からしてもそうですね。はい、でそして内側ですね、このライニングがこういった感じで取り外しが可能なボディになっております。はい、めちゃめちゃいいと思います。こちらお値段の方が 35,800円に消費税になります。続いてこちらリーのウエスターナ 100J ですね、タグがこちらの方になっております。サイズが40レギュラーのボディですね。で胸ポケットにピスもしっかり残っております。はい、でこちらですね、まあ、このボディだとどうしてもやっぱり、汚れとかが残ってるもの多いんですけども、こちらも少しちらほらと見受けられるボディかなと思います。はい、裏面は綺麗ですね。はい、でこちら40レギュラーの表記なので、僕でもね T シャツ1枚とかであれば、着用は困らないかなと思います。こちらの方でお値段なんですけれど、39,800円に消費税になります。続いて同じく D のこちらストームライダーになります。ワンワン LJ ですね。はい、サイズが42レギュラーになっております。はい、でこちらもピスはしっかり残ってますね。ちょっとこの肩の方ですかね、少し、色ムラあったりはしますけども、大きなダメージはないです。ただこちらこのタグを見ていただいた段階でわかるかなと思うんですけども、赤系の、衣類と一緒に一回現れたのかなと思います。カフスの入り口ぐらいが少しですね、こういったスレ感が出ているようなボディにはなります。はい、サイズ42レギュラーっていうところなので、僕でもね全然いい感じで着用できるサイズ感になっております。こちらの方でお値段なんですけれど、25,800円に消費税になります。続いてリーバイスになりますね。こちら559、サードのブランケット付きです。でパッチの方はですね、こちらも綺麗になくなってはいるんですけども、赤タブですね、しっかりついております。はい、
状態として見ていきますと、この襟元ですね、こういった感じでちょっと雑めなリペア、ダメージがそのままの状態だったりはします。はい、でカフスの方もですね、ちょっとこういった感じでスレ感が出ているボディにはなります。はい、これ完全にもういい色に仕上がっている1枚ですね。バックの方もこういった形です。はい、でサイズがですね、こちら実寸42あります。いいサイズ感です。僕でも全然着用には困らない、はい、着れる方多いサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が59,800円に消費税になります。続いてこちらカバーオールですね。タグの方がこちらですね、パワーハウスついております。はい、で首元の方もですね、こちら、ブランケットのタグですかね、はい、ついております。まあ、年齢で言うと50年代頃になるんでしょうか。かなり色いいですね。はい、濃いだけじゃなくて多分地の色がめちゃめちゃいい色だと思います、これに関しては。はい、状態としましても特に問題になる点は見受けられないです。でサイズ表記あったとするとなんですけど、こちらも42ぐらいかなと思います。僕でも全然大きめに着用できる一着です。こちらの方でお値段なんですけれど、59,800円に消費税になります。続いてパンツ類のご紹介です。まずこちらからですね、タグの方がこちらグラミチのタグがついております。サイズがこちら L 表記になっております。はい、でちょっとですね、まあ使用感が全体的に見受けられます。こういった色褪せだったりとか、少しゴムの方もねちょっと伸びかけてるかなっていう状態ではあります。はい、着用に困るようなほどのものはないかなと思います。はい、サイズ表記 L 表記っていうところなので、僕でもね全然大きめにダボッと履けるようなサイズ感になっております。こちらの方でお値段なんですけれど、7,800円に消費税になります。続いてこちらカーハートのダブル2ですね。はい、かなりもう完成形の1本です。タグの方がこちらについてはいるんですけども、はい、こちらサイズ表記3432表記になっております。はい、でこちらですね、ペンキ飛びも激しかったり、もうかなりスレ感、ダメージ感もあったりっていう一本です。はい、で裏面もこういった仕様です。はい、で実寸サイズになるんですけど、ウエスト35インチ、レングスが31インチになっております。3531っていうサイズ感です。はい、履ける方は多いと思います。いいですね。こちらお値段の方が17,800円に消費税になります。続いてもこちらカーハートのダブル2です。こちらチャコールの色味ですね。タグの方なんですけれど、こちらについております。サイズ表記3630の表記です。はい、しっかりアメリカ製のボディですね。でこちらに関しては、特にそんなペンキ飛びだったりとか激しいものは見受けられないかなと思います。はい、程よい、やれ感ですね。実寸サイズになるんですが、ウエスト34インチ、レングスが30インチ、3430、かなりゴールデンサイズかなと思います。こちらお値段が17,800円に消費税になります。続いてこちらもカーハートのブラックですね。こちらもタグですね。こちらの方に残っていて3432表記、そしてこちらもアメリカ製のボディです。はい、そしてこちらのブラックに関してはめちゃくちゃいい状態です。はい、使用感がほぼ見られないっていう状態ですね。裏面もこういった仕様です。はい、で実寸サイズ、タグの表記と変わらず3432になっております。ちょっと僕には長いサイズではありますけども、この辺も、裾を上げたり切りっぱで履いてもかっこいいのかなと思います。お値段が19,800円に消費税になります。続いてこちらのパンツですね。タグの方がこちらの内側についていて、こちらです。サイズがスモールショートの表記になっております。はい、でデジカモのパターンですね。でトップなどはこうボタンで掛けボタンの仕様で、こちら、ボタンフライの仕様になってるんですけども、こちらウエストの方がねゴムが効いていて、ちょっと伸縮性があるボディになっております。はい、ユーズドではありますけども、こちらもかなり状態はいいと思います。はい、スモールショートっていうサイズ感ですね。僕でも全然履けるようなサイズ感かなと思います。こちらお値段の方7,800円に消費税になります。続いてこちらの、アーミチのですねタグの方がこちら内側についていて、サイズが US29、レングスも29の表記です。で68年会計のものになっております。でジッパーですね、こちらの方になっております。でタグを見ていただいた段階で分かると思うんですけど、めちゃめちゃ程度いいです。ほんと数回洗われたぐらいの状態かなと思います。実寸サイズですね、こちらウエストもレングスも28インチになっております。ニッパチニッパチ、まあ、履ける男性はもちろんですし、女性にもおすすめのサイズ感です。こちらお値段7,800円に消費税になります。ちょっとそのサイズの分お安いと思いますね。
続いてこちらですね、リーバイスの517になります。ジッパーがこちらですね、リーバイジップ使われていて、裏面ですね、こちらパッチが、ロットあって、ウエストが33インチ、レングスが31インチの表記です。でこちらオレンジタブの個体ですね。状態としましても、まあ、色落ちこそしてはいますが、かなりいい状態です。ダメージなどはほぼないです。はい、実寸サイズになるんですけども、ウエスト33インチのレングスが31インチ、表記と変わらずっていうサイズ感ですね。はい、いいサイズ感だと思います。こちらお値段 12,800円に消費税になります。続いてこちら、リーのカラーデニムのデッドストックのご紹介になります。200番ですね。フラッシャーも残っていて、パッチも残っております。紙タグも残っていて、3432表記で、ロットが200番ですね。5050のボディになっております。でピンクボディになっていまして、デッドストックなんですけれども、ちょっと保管時のこういった汚れが少し薄く残っております。まあ、洗濯で結構いい感じに消えるのかなと思います。はい、それ以外は特に何もなさそうですね。3432ですね、実寸も。こちらお値段の方が 15,800円に消費税になります。続いてもリーのこちらですね、デッドストックの個体になります。200番こちらも、はい、フラッシュは残っていて、パッチ、タグも残っております。でサイズがいいですね、3330表記で、こちらも 100% コットンではないんですけども、こちらの配合率になっております。はい、でこちらに関しても、デッドストックなので、特にダメ、問題になるようなダメージというのは全くございません。いい状態ですね。こちら実寸の方も3330、お値段の方が 15,800円に消費税になります。そしてこちらもリーの 101Z になります。はい、パッチはしっかり残っていて、紙タグもしっかりこちら残っています。3134の表記です。そしてこちらに関してはフラッシャーこそないんですけども、洗いがかかっていないノンウォッシュの状態になっております。こちらです。で内タグですね、こちらの方タグもしっかり残っております。ウエスト3インチ表記ですね。でジッパーの方ですね、こちらのセミオートタロンが使われております。でこの状態なので、もちろんレングスも、裾上げはされてない状態で、耳なしの個体ですね。はい、めちゃくちゃ本当履く人にとってはめちゃめちゃいい状態だと思います。実寸の方も3134になっております。こちらの方でお値段398,000円に消費税になります。続いてこちらのデニムですね、こちら502のびっくりです。こちらジッパーが42タロン使われていて、裏面ですね、こちらパッチも残っております。大文字のスタンプ、初期のものですね。ウエストが28インチの、レングスがこちら34インチの表記ですかね、になっております。で赤タブしっかりびっくりのもついております。はい、そしてこちらの状態見ていきたいんですけれども、また下ですね、全く問題はなさそうです。はい、で太もも膝あたりにダメージとかリペアというのもなくて、こちら裾の方ですね、こちら、裾上げはされている個体にはなります。ただしっかり耳をついておいて、はい、あたりの方も出かけているという状態です。はい、それもあって実寸サイズ、ウエストが27インチのレングスが30インチ、2730、ちょっと僕履けるサイズ感ではないんですけども、本当女性にもゴールデンなサイズ感かなと思います。こちらお値段 59,800円に消費税になります。そしてこちらめちゃくちゃスペシャルです。 S501XX WX の対戦モデルになります。こちらトップボタンが月桂樹のボタン、そしてこちらボタンフライはドーナツボタンの仕様です。もう対戦らしいザっていうディティールです。はい、でこちらも裏面ですね、ちょっと見ていくと、パッチの方はもうかけらが残ってるぐらいの状態です。はい、で赤タブもね、ちょっと擦れてはいますが、ギリギリ残ってはおります。そしてですね、もうこのコインポケットリベットも省略されてたり、もう本当対戦っていうディティールなんですけども、ポケットの入り口が少しステッチ抜けがあったりとかする状態です。でまた下ですね、こちらの方も、擦れてはいますけども、まだまだ履ける状態で、こちらですね、左の太ももから膝にかけての部分、こちらの方にちょっとしたレベアが入ってたり、あと膝付近ですね、この辺にもちょっとしたポツポツっとあります。で裾の方ですね、こちらをちょっと見ていくと、レングス自体はオリジナルだと思います。ただこの裾口のリペアですね、するっていう段階で一回ステッチが外されてはいると思います。はい、もちろん当然耳ついております。はい、裏面に関してもですね、アーキュエイトのステッチもないですし、まあ本当対戦っていうところなんですけど、そうですね、こちらの隠しリベットの
こちら側に当たる部分がやっぱ極太になっていて、もちろんですね、ベルトループも太いものが使用されております。そしてこの荒々しい色落ち、めちゃくちゃかっこいいと思います。この蜂の巣の出かけてる雰囲気とかもすごくいいですね。はい、で実寸サイズの紹介なんですけども、こちらがウエスト34インチ、レングスが30インチ、3430、めちゃくちゃいいサイズ感だと思います。はい、履ける方はぜひっていうサイズ感ですね。こちらお値段の方が300万円に消費税になります。おすすめです。ベルエイジの方で買取委託販売の方を行っております。特に、ヴィンテージデニムのお買取の方を強化させていただいております。直接お店の方に、お持ちいただいても構わないですし、郵送でお送りいただいても構わないです。何かご迷惑があれば店頭にお電話いただければ対応いたします。よろしくお願いします。